やだ、怒んないでくださいよ。出席番号10番、走りニオス、よろしく。マジっすか。ありがとうっす。面白い話もいろいろあるんすよ。あっちの校舎の工事中に作業員が次々事故ったとか。うちここの生徒だから詳しいっすよ。手を組みません？うちが手下になるっすよ。 GPS か盗聴器かっつーの。姉さん顔怖い。どうすかね。ニオでいいっすよ。とかくいいな、うちもハルと同室が良かったな。どの程度の確率で発生するか。かわいいの持ってるじゃないっすか。一ノ瀬ハル、あいつ結構な数殺してんすから。兄弟全部に父親母親。いやいや、それをバッサリっすよ。とんでもねえやつっす。了解っす。ようこそアサシンの皆様、明星学園へ。うちは走り二王、黒組の最低者っす。の前に、まあいいっす。けどこっからはルール厳守で願いますよ。きた、はるちゃんの最新版人間の盾。確認してみるっす。なんかあっさり認められたみたいっす。金持ちなのか。お友達になりたいっすね。今夜はがっつり中華料理っす。つまりその刑事さんを何とかしてくれと。失敗したみたいっすね。それはダメっす、ルールっすから。頭使った成功は。お腹すいたっす。そういえば知ってるっすか、この明星学園にはいわゆる学園七不思議があるんすよ。音楽室のベートーベンが夜中にいきなり髪を振り乱して指揮を始めるとか、理科室の人体模型が笑い転げて飛び出した心臓や肺を慌てて拾い集めるとか。もう東角さんは黙っててくださいっす。あ、それから図書室の禁断の書っていうのがあるんすけどね。らしいっす、きっとそうっす。またまた、結果なんか別に見たくないっす。すごいなんてもんじゃないっす。こっちの世界で東っつったらそりゃもう知らないものはいないっす。はるか昔からこの国の闇に君臨し続けた殺しの一族。うわ、東角さんまたカレーっすか。よっぽど好きなんすね。うちは最低者っすから。サンスタッス、お見合い会。いやー奇遇っすね。うちも実は天涯孤独の身で。興味ない。あれ、家族が一生食うに困らないかね。オッケーっすか。問題ないっすよ。なかなか渋いっす。いいっすね、青春の一枚。いやロミオさんは一途ですね。ジュリエットさんのためにティボルトと戦うみたいっすよ。学校指定の水着が嫌なら他にも各種取り揃えてあるんで好きなの選んでいいっすよ。ボンテージ風に決めてみたっす。ポロリもあるかもっす。まあ血生臭いバトルばっかじゃ飽きるし、たまにはこういうのもいいっす。さあそれはどうすかね。それより黙って見てていいんすか。いいっすね、リゾートみたいで。うちらものんびりスイカ割りでもやるっすか。ちょうどここに立派なスイカが置いてあるっすよ。いやそれ危ないっす。つか目隠しして撃つつもりっすか。なるほど、逆転の発想。それパスワードに使っちゃいけない数字ベスト3に入る組み合わせじゃないっすか。元気っすね。ナイター照明も完備っす。おお、爆発っすか。若いっすね先生。今日が誕生日だったんすね。おめでとうっす。あ、いつまでもピチピチでいられるなんて最高じゃないっすか。了解っす。そろそろタイムリミットっす。ひどいっす。ナッシン。おう、こんな時間まで電話っすか。でかいの来るとワクワクしません。自分は安全なとこに避難しといて高みの見物っつーか。
帰り、アイス行かない？台風の日割引で 30% オフだって。優等生かい。こういう時、思いっきり遊ぶのがスリルなんじゃないっすか。いっそあれっす、肝試しとか。うち、いいとこ知ってるっすよ。元墓場だったのを埋め立てたって曰くつきの。おっ、いや、東角さんもそんな済ましてていいんすか。もしかしたらこの嵐、都角さんにやられた連中の恨みつらみの涙雨かもしれないっすよ。オカルトか。オカルトバカにできないっすよ。誰も気づいてないだけで本当は存在するっすからね。怨霊とか呪いとか。つまんない。ありゃりゃ、深夜さんも伊助さんももうおしまいっすか。案外あっけなかったっすね。いよいよラスイチか。楽しみだな、東の東。ラストバトルが始まったみたいっすね。いや、すっかり遅くなったっす。派手にやってるっすね。あれ、ドケチさん、なんでここにいるんすか。ダメじゃないっすか。ここは花房さんに任せて帰りましょうか。みぞろぎ先生にはほんと悪いことしちゃったっすね。次はまともなクラスに当たるといいっすね。業務連絡です。黒組の真実について知りたいものは参加のこと。これより新オリエンテーションを開催いたします。まずは黒組主催者にして。なんすか、こんな時間に。ここから先は一族の人間しか立ち入りできないんすよ。学校って笑い声が絶えないっしょ。孤独なもんすね。特殊な力を持って生まれた以上、そういう生き方しか選べない。西のクズの葉は古来より伝わる呪術師の家系だ。所詮あんたもうちと同じ、殺すことしか脳のない腐った海の生き物。マジしぶとすぎっしょ。そう簡単には死ねないっすよ。バレましたか、前にどっかで盗み聞きしたやつっす。卒業おめでとうっす。